今日3試合目です、はい、IBF 世界ミドル級暫定王座決定戦、はい、暫定そうなんですよね。これちょっとややこしくなるんですよね。とりあえずと、ね、はい、そういう意味ですけども、うん、この暫定という概念について小泉さんちょっと教えていただけますか。まあ、これはですね、まあ、正チャンピオン、まあ、チャンピオンがですね、まあ、病気などを理由にですね、まあ、一定期間その試合ができないと、はい、そうするとチャンピオンシップ選手権というのは不活発になりますね、挑戦者たちは挑戦できないんですから。そうした時にですね、差し当たり暫定的にその、別のチャンピオンを立てて、そしてそのチャンピオンが回復してきたらこの暫定チャンピオンと正チャンピオンの決定戦を行うと、こういう制度なんですね、はい。まあ、WBC なんかではあったんですけど、最近はですね WBA、IBF もこの制度を取り入れてますね。はい、そうですね。浜さん、はい、この制度どうでしょうね。まあ、前からあることですからね、はい、チャンピオンの怪我、そして分かりやすい例だと日本では辰吉君が、あ、はいはい、韓国の世界チャンピオン、当時の世界チャンピオン挑戦しようとしたら韓国の世界チャンピオンが怪我をして骨折したんですね、ですから挑戦でき受け入れることができなかった、はい、辰吉君が暫定王座決定戦に出場して暫定王座になった例はあります。で今回のこれからお伝えするケースなんですが、はい、その暫定王座を決定しようじゃないかという試合なんですね、うん。まあ、この原因となった、まあ、先日放送したんですけども、はい、原因があります。それのところ映像を見ながらちょっと説明していただきたいと思います。まあ、そうなんですね、まあ、バーナード・ホプキンスとですね、ロバート・アレン、はい、そのタイトルマッチでこのここです、ね、サウスポーのアレンの方が押してたんですけどね、ここでレフリーがブレイクかけた時にですね、チャンピオンがリング外に落ちてしまったんですね。クロントランクス、ホプキンスが落ちてしまいました。これレフリーが間に入ってるんですか。まあ、ちょっと、まあ、クリンチがほどきにくくてですね、はい、そのまあ、レフリーがですね、力込めてその引き分けたの分けたわけです、はい、その時にですね、力入れすぎたのか、うん、あるいは、まあ、あれは偶然だったんですけど、はい、チャンピオンがリング外に落ちてしまったんですね。で左足首でしたっけ。左足首、怪我したということで、うん、できなくなりました、うん。この時でもアレンかなり有利な展開でしたよね。確かね、うん、ですからアレンがなんか主張して今回のこういう措置ができた、決定戦になったという話もありますね。そうなんですけどね、まあ、ただその8月からこの試合までその期間が短いですね。あ、そうですね。だからこれもいわばもう暫定措置なんでしょうね、うん。はいはい、じゃあとりあえずプロフィール参りましょうか。はい、はい、ご紹介しましょう。まずは鋭いパンチを放つサウスポーロバート・アレンです。ホームタウンはアメリカルイジアナ州ニューオーリンズ、年齢は29歳です。アマチュア時代バルセロナオリンピックの国内最終予選でラウル・マルケスに敗れ、オリンピック出場の夢を絶たれました。93年にプロデビュー、着実に白星を重ね、95年に WBC インターナショナルミドル級タイトル、そして全米ミドル級タイトルを取りますが、翌年ブライアン・バルボサに10回 TKO 負けし、全米タイトルは失っています。しかし昨年はアンドリュー・カウンシルに判定勝ちし、空位の WBA 北米ミドル級タイトルを取りました。そして今年8月、バーナード・ホプキンスの持つ IBF 世界ミドル級タイトルに挑戦しますが、4回ホプキンスがリングの外に転落するハプニングが起きて無効試合に終わりました。今日勝ってさらに実力をアピールしたいところです。成績は25戦22勝2敗1無効試合、22勝のうち17の KO 勝ちがあります。こちらは手数の多い積極的なファイター、アブドゥラ・ラマダンです。アフリカのウガンダ出身で、現在のホームタウンはカナダのトロント、年齢は31歳です。90年東洋太平洋ライトヘビー級チャンピオン、韓国のミン・ビュンヨンに5回 TKO 負けてプロデビュー。95年には後のミドル級世界ランカーアントワン・エコルズに2回 KO 負け、しかし96年には元 WBO 世界スーパーウェルター級、元 WBA 世界ミドル級チャンピオンジョン・デビッド・ジャクソンに10回判定勝ちし株を上げました。その後3連勝と調子を上げまして、今回のチャンスを得ました。戦績は19戦13勝6敗13勝のうち9つの KO 勝ちがあります。はい、ウガンダ出身のラバナンがタイトル初挑戦です。はい、この暫定王座が決まる試合、早速ご覧いただきたいと思います。参りましょうか。この試合は9月19日です。アメリカジョージア州アトランタ、ジョージアドームで行われました一戦です。どうぞ。
Gentlemen, a very good evening to you, and we welcome you to the Georgia Dome here in beautiful Atlanta, Georgia. As we have a big night of action coming away, ladies and gentlemen, and it's all brought to you by Don King Productions in association with Butch Lewis Productions and the undefeated, undisputed king of beers, Budweiser. This Bud's for you. At this time, ladies and gentlemen, we present the first of our special attractions in the World Championship Division. This bout is sanctioned by the International Boxing Federation. President at ringside, Robert Lee Sr., Supervisor Marion Muhammad, along with the Georgia State Boxing Commission. Introducing to you at this time our judges scoring this bout from ringside, we have Albert Bennett, Bill Clancy, and Erwin Deutsch. Presenting to you at this time a referee in charge of this bout, he'll be giving instructions after the introductions, Jim Korb. All right, fans, here we go. 12 rounds of boxing for the interim IBF Middleweight Championship of the World. Introducing to you first on my left, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim. He is fighting out of Fort Lauderdale, Florida, by way of Kampala, Uganda. He weighed in at the middleweight limit of 160 pounds. His record stands at 13 wins, 6 losses, 9 wins, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, introducing the IBF number 10 ranked middleweight contender. How about a hand for Abdullah Kubra Ramadan? Ranking 10th, Abdullah Ramadan. And his opponent across the ring in this 12-round interim championship bout, fighting out of the red corner, wearing red trunks with multicolored trim, fighting out of Atlanta, Georgia, by way of Houma, Louisiana. He weighed in the same as his opponent, 160 pounds even, with a record of 22 wins, 2 losses, 1 no contest. He has 17 wins, coming by way of knockout. He is the WBA North American champion. Please welcome the IBF number 1 ranked middleweight contender, introducing Robert Armed and Dangerous Allen. こちらがランキング1位のロバート・アレンです。前回のバーナード・ホプキンス戦から、まあ、大体3週間間が空いています。さあ浜さん、はい、こういった経緯がありますけれども、どういった試合予想されますか、どう注目されますか。サウスポーのアレン、ええ、評判以上の選手だと私は思うんですね。スピード、そしてパンチ力、これがこの試合で本当の力なのか試したいですね。なるほど、左ボクサーでありますロバート・アレン、どういった今回は試合を見せますか。差し当たりの暫定のチャンピオンがこの試合で決定いたします。まあ、アレンというのは非常にスピードありますね、サウスポーですね。はい、まあ、バルセロナオリンピックのですね、まあ、出場権ですね、これラウル・マルケス、まあ、一度世界チャンピオンになりましたけれど、彼に負けてですね、その逃してるんですね、はい、ただアマチュアでは44勝してですね、37 KO してるんです。パンチもありますね。ところがその選手がプロデビュー戦でですね、ノックアウト負けするんですからね。わからないもんですね。まあ、あと盛り返してこうして暫定王座決定戦に出てきてるんですけどね、はい、さあ黒のトランクスが、ウガンダ出身のカナディアン、アブドゥラ・ラマダンです。試合が始まりました。そして赤のトランクスがランキング1位ロバート・アレンです。サウスポースタイル、ロバート・アレン右を出していきました。非常にリーチを感じさせます。191センチのリーチです。ラマダン、オートミーに届きます。ラマダンのパンチ、ボディブロー。身長は185センチなんですが、リーチが191センチあります。ラマダン、一方のアレンは身長は175センチから177センチ、リーチは185センチほどあります。このアレンというのは左ストレートもいいですし、右フックも返りますね、はい、だからバーナード・ホプキンスと戦った時にですね、まあ、4回で終わってしまったんですけど、無効試合になって、ところがその結構いいパンチ当ててましたよ ね、 そうですね、ポイントはリードしてましたよ、3週間のインターバルですが、自信満々のロバート・アレンです。いい筋肉をしています。おっと、左を持ってきました。対
勢を立て直します。浜さんどうでしょう。ランマダム調整がいいんですけどね、はい、振りが大きいんで見られてますね。あ、最初一発ありましたけどね、ありましたけどね、今みたいなのちょっと大きいですね。これで分かってしまうんですね、うん、これもう少し今の攻めのスタイルでもう少し小さく当てると当たるんじゃないかなと思いますけどね。ほうほう、やっぱり相手が強いとなると振り方をしても多くなることは事実なんですね、うん、なるほど。挑戦者はウガンダ出身です。国籍はカナダ、トロント、アブドゥラ・ラマダンです。一方のロバート・アレンはホームタウン、ルイジアナ州ニューオーリンズ、様子を見ています。体を入れ替えます。左カウンターを持ってきました。グローブで倒します。グローブでストップしました。カナダのグローブで1回送ります。トップに入れます。かぶされてきます。ぐらついた。さあ畳みかけてきます。フィニッシュです。詰めていきます。落ち着いています。コミュニションを使います。下にダウンカット、まだかストップ、ダウン取りましたね。ダウン取りました。背中を抜けてしまいました。ダウンを取っています。スタンディングカウントはないんですけど、ロープがなければダウンしてたと、はい、そういう見られる状況の時にはいわゆるロープダウンを取るんですね。なるほど、今それを適用したわけです。右ナッパーカット当たったようさん、左を出していきました。左か右、終わりか、これで終わりか。カウンターどうなんだ。入れてません。さらに来ます、さらに来ます。ここでストップ、ここでストップです。レフェリーが止めるタイミングを見計らっていました。ロバート・アレンが圧勝です。今攻め込みきてるんで、さあどこ打とうかなという状態でしたからね、はい、一瞬あのレフェリーの方アレンが確認していましたけどもね、もうストップだろうというふうな、見方ですね。左の服もう一回、右ですね、右を持っていきました。今出ていませんでしたけど、その前に一番最初に効いたパンチが浜さん右フックです ね右フックありましたよね、はい、あの右フックはどっちかというと相手の大振りしたところに入った右フックですね。攻めていったというよりも、まあ、相手の振りの大きいところをよく見た感じですね、はい。今なんか朝まだ打っていいのかというふうな見方ですね。もう勝負はついているんだぞという、そんな感じが伺えました。ロバート・アレン、浜田さん確かにパンチは持ってますね。ありますよ、この選手は。We have the time of 2 minutes 46 seconds in round number 1. A referee in charge, Jim Korb, stops the contest. The winner by way of technical knockout and the new interim IBF middleweight champion of the world, Robert Armed and Dangerous Allen. ロバート・アレンが暫定チャンピオンとなりました。それでは試合結果を確認してみましょう。試合は1ラウンドあっけない幕切れで終わりました。ランキング1位のロバート・アレンが鮮やかな速攻を決めて TKO 勝ち。これで暫定王座を獲得。バーナード・ホプキンスとの再戦が楽しみです。